7月2日、東もことの道の駅から小清水原生花園に、向かいます。花がいい状態でないかなっていうことと、北海道は明日から暑くなるんです。で、斜里方面、そしてもっと涼しいのは羅臼、根室、釧路、浜中、そっちの方面ね、2週間ほど、そっちの方で生活します。小清水原生花園は今きっと花の見頃だなって思って向かってます。22キロ、網走川湯線102道道。そうか、これ反対側の方行けばもこと山とかあの辺通って川湯行きそうです。この斜里とか清里とかこっちのあれ、もことっていうのは合併して今大空町、網走市、どっちだろう、とにかくこっちの方は畑作地帯ですね。牧草、北へ行って畑がやりづらくなってくると牧草が多くなってくるって言えるでしょうか。はい、そんなことで向かってます。